2007年10月にエルゴロソ装甲車博物館で展示されていたスペイン軍の M48 パットン戦車。スペイン軍の戦車は1919 19年に納入されたフランスのルノー FT-17 から21世紀初頭のレオパルトニア、チェンタウロまで90年以上の歴史がある。ルノー FT はリーフ戦争中に戦闘に参加し、 アルホセイまで史上初の戦車を搭載した水陸両用上陸作戦に参加した。1925年、スペイン陸軍はルノー FT をベースにしたトルビア A4 と呼ばれる戦車を開発、生産する計画を開始した。プロトタイプはテスト中にうまく機能しましたが、大量生産には至らなかった。また、イタリアのフィアット3000で実験を行い、 1925年に一両の戦車を得て、ランデサと呼ばれる先住民の戦車開発計画を開始した。しかし、これらはいずれも主要な計画には発展せず、その結果、FT はスペイン内戦が始まるまで、スペイン陸軍で最も重要な戦車となった。1936年7月から1939年4月の間に、スペイン内戦の間に、 二つの対抗する軍隊が外国勢力から大量の戦車を受け取りました。スペインの第二共和国はソビエト連邦から戦車を受け取りました。その多くはナショナリストによって捕らえられ元のマスターに反撃しましたがナショナリストはドイツ人とイタリア人によって援助されました。スペイン内戦は最終的には第二次世界大戦に参加する 国々の実験の根拠でしたが、機械化された戦争の証明に関して決定的なものではありませんでした。ソビエト、ドイツ、イタリアのアドバイザーと兵士が新しく考案した機械化理論を使用しようとしたにもかかわらず、高品質の乗組員と戦車が不足しており、戦車の数が不十分なため、戦車自体の有用性について悪い印象を与えました。 展示されているエミックスマイナス 30E 戦車。ありがとうございます。